please. おなず赤コーナービッグバクビッグバクレフェリー瀬戸アズマ。さあ、サバクレフェリーの瀬戸アズマに変わりました。そうですね。いや、しかしながらこれはどうなるんだって感じですね。まあ、体格ではやはり牛くんが大きいんじゃないですかね。牛くんが大きいですね。はい、相方は変えるんですか。なんだっけ、パペットマペット。さあ、デュー先生、あー、おもらじまちゅうパペットマペットでやりますね。あのこらしいのは取るということで。なるほど。異次元対決ですね。そうですね、はい、2次元対3次元ですからね。そうですね。さあ、おもらじはカエル君。そうですね、カエル君。はい。で、赤コーナーチームは、弟の方ですね。はい。さあ、牛カエル対弟。そうですね、まだまだですね。よくわかんないよ。そうですね。さあ、そうですね、お兄ちゃんが出ました。ここも長いんですか。ここちょっと長いですね。負け負け。押し込みます、押し込みます。大丈夫ですね。大丈夫です。はい、差し入れます。白いのプロレスって何しか言ってんだよ。やだっI'm sorry.
やる気はある、やる気あります。あー、答えが出てますね。反則です。さあ、ちょっと鳩谷選手いつもですね、気合が見られないですね。僕の気合は負けん気が見られませんね。まあ、嫌いなとか言わない。すいません、無事情報です。はい、さあ、ノットネック、はい、ノットネックからあとタッチしてみろと、タッチしてみろと、今までのこれでタッチされても鳩谷なんか変わるよね。そうですね、できちゃうんだって感じですね。さあ、そして出てくるのは S サンデス OB のリスクバグになります。やばいですね、やばい。これ一瞬するぐらいですよね。はい、だんだん一瞬ですね。はい、もうでかいなと思ったんですけど、はい、やっと欲しいのが高いですね、リスクバグ選手。高いですよね。はい、やばいよ、はい、はい、これスモールバグっていうのはいないんですよね。そうです、スモールバグは聞いたことないですね。ミドルバグよく聞いたことないです。なるほど、はい、ああ、流れ、牛くん、そうですね。
よね。ダイス。さあ。
こんなもんかとお前らできるわと。あ、キャッチ。キャッチ。さあ、それは誘われた年いくのだな、カトヤ。さあ、さあ、カトヤ。あー、飯切れるよ。さあ、どうやって武藤刑事が出るしかもわかります。そんじしてる。そうですね。さあ、ここで。21分の2。